皆様こんにちは。愛犬家住宅のスラフェルムトです。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフェルムトにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸抜クイズです。チワブルの顔はシワシワでブルドッグに似ている。答えは×です。チワブルはチワワとブルドッグのミックス犬です。顔はフレンチブルドッグの見た目を強く引き継いでいますが、シワはあまりありません。チワワのようにブルーの瞳をしていますが、顔全体はフレンチブルドッグに似ています。チワブルは愛情深く人懐っこい性格をしています。以上で愛犬丸抜クイズを終わります。皆様方のワンちゃん猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。